ဝက်ဒန်းဆန်းကျန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားပါအစ်အုပ်စုရဲ့လူခွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်မလို့တော်ဝါရင်းရင်တော်ဝါလာနေတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့အခြေအနေဟုတ်ရှင်းပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲမြန်မာကွန်ဂျင်းစိတ်ကတော့ဂျင်းကိချန်ရုတ်တဲ့ဖွဲ့စုခဲ့တဲ့ဤသို့ရှင်းနိုင်တော့နာမည်တော့ကျုပ်ပြီးမှရှင်းနေဖို့လည်းဒီလိုကြောက်ကြောက်渡辺先生が説明します。まさによろしくお願いします。ここに紹介してあるのは、その第三国定住、いわゆるリセットルメントですけれども、リセットルメントのですね、開始は2006年からというふうに言われていまして、今までに2009年1月までに、ですからまあその後1年あるわけですけれども、1万7000人という人がですね、アメリカを中心とした第三国へ定住していく。これは国際移住機関の IOM の統計ですけれども、まあ、アメリカを中心にですね、オーストラリア、ノルウェー、イギリス、ニュージーランド、カナダ、スウェーデンというところで、リセットルメントをその始めているという実態があります。まあ、そうは言ってもですね、国境沿いにいる避難民、あるいはその IDP、国内避難民も入れればですね、本当に数百万の人たちが、困っているという状況の中で、1万7千人といってもですね、あまり、なんていうんでしょうかね、まあ、氷山の一角としか本当にごくわずかなわけですね。で、もちろんリセットルメントの前に、すでに、まあ、皆さんもそうですけれども、各国に逃れてですね、難民申請をして、そして各国がつまりいろんな国々で、ヨーロッパ、アメリカ、さまざまな国で保護を受けていると、難民として、あるいはそのヒューマニタリアンとしてですね、保護を受けているという人たちも、もうすでにおそらく相当数、100万人ぐらいの単位でいるんじゃないかと思うんですけれども、1988年以降ですね、たくさんの難民の人たちが各国で保護されているというふうに思います。で、まあ、いろんなその要因があったかと思いますけれども、難民認定、いわゆる皆さんの中で言われている R ですね、R の人たちはそれほど多くないと思うんですけれども、しかし、他の国々の人たちに比べると、ビルマ人は圧倒的に R が多いですね、他の国々に比べればですね。で、かつ、その皆さんの中で言われている SS ですね、SS、これはもう、まあ、非常に増えてます。で、おそらく2008年は、300人ぐらい、300で、去年、2009年が、500人近くのビルマ人がですね、保護をされている、プロテクションを受けている。で、これはですね、もうなんていうかな、僕らは分からないですよ、どういうそのビルマ人の人たちが、その SS をもらっているかさっぱり分からない、弁護団には見えてこない、弁護士には見えません。だからまあどういう人たちが保護されているのかなという私も関心を持っていますけれども、まあ、いずれにしても、その日本のこの日本における義務の数というのは確かに上がってきています、増えてきています。で、2010年からですね、まあ、今年からですね、その日本もリセットルメントをやろうということで、毎年30人、3年間、合わせて90人。入れようという話はご承知の通りです。で、メラキャンプからですね、まあ、今回はだからカレンの人たちをですね、入れましょうというような話になっています。で、どうも聞くところによるとそのあんまり募集というか要するに集まってこないんじゃないかみたいな話もあってですね、あまり日本のリセットルメントは人気がないみたいなそんな噂もありますけれども、まあ、この秋には、その30人の人がですね、第1号今年の人たちが来ると思います。で、まあ、これはですね、まあ、30という数がどうなのかと、たったその5家族か6家族じゃないかと、皆さん、宝くじって、日本の宝くじって買ったことありますかね、まあ、宝くじに当たるに等しいというふうに言われておりまして、まあ、宝くじより難しいんじゃないかと思うんですが、まあ、非常に少ないですね、数の人しか来ないと、残念ながら。で、おそらく、まあ、とは言ってもですね、これが、まあ、スタートですから、これをもっと広げていくということがですね、必要だというふうに思います。おそらく、さまざまな、カレンの人たちだけではなく、例えばカーチンであるとか、シャンであるとか、チンであるとか、あれかの人たち、いろんな人たちがですね、このリセットルメントの問題にですね、当然、自分たちもという思いも当然あると思いますので、それは今後の課題だろうというふうに思っています。
で、今後のことですけれども、まあ、私はですね、難民はその減ることはないというふうに思います。ずっと増え続けるだろうと。つまり少数民族地域の安定は全然ないと。でこの間そのニュースでもいわゆる少数民族の軍隊ですね、例えば KIA とかそういったものをその国境警備隊、そのなんていうかボーダーガードを使うということなんですよ。でそういったものにその軍事政権は入れようとすると。でそれに対して、それを拒否するというような関係にあるので、国境警備隊への編入という問題を拒否する以上は少数民族地域でのですね、軍政の対立は変わらないという状況が続くだろうと思いますし、で自然災害もですね、いろんなところで起きるわけですけども、そのまま当然放置していると、まあ、自然災害プラスいわゆる軍政による人災、意図的なですね、災害の拡大という問題があるかと思います。そしてその少数民族地域における圧倒的なその軍の配備ですね、見たりをそのいろんなところにこう配置すると、たくさんというような状況が続いている以上ですね、難民が減ることはないだろうと思います。で、そのちょっと最後にですね、日本でのことについてもう一度改めて申し上げたいんですけれども、この間そのいろんなビルマ人の人がですね、民間からそのおかしな噂が流れているということを聞いています。でこのおかしな噂はぜひここで一度、断ち切っていただきたい、ストップしてほしいというふうに入管が流しているかどうかというのは私もはっきりしませんけれども、まあ、おそらくそうだと思います。今年の総選挙が終わったら、その今後ビルマ人は返すと、返ってもらうという話を入管の人たちが皆さんにしているということを聞いています。でこれは絶対嘘です。嘘。ありえない。それはよくぜひともですね、そういうのは嘘だなと。皆さんの社会、コミュニティですね、言ってほしいですね。例えば難民であれば、そのビルマがですね、民主化されればそれはもう難民としてもうやめましょうと、難民、あなた方はもう難民である必要はありませんと書いてくださいというふうになりますけれども、今回の総選挙は民主化ではありませんから、それはもうその総選挙が行われてもですね、難民が返されることは絶対ない、絶対ない。じゃあその人道的配慮、SS の人が返されるか、それもありえない。絶対にありえない。あってはいけない。あ、もしそれをやろうとしたら、それは僕らは反対する。ね、だからその噂は、皆さんの中でですね、断固としてですね、そこは、それは噂だと、噂とか、間違っているということをですね、伝えていただきたいというふうに私は思っています。ですから、もし総選挙が行われてもですね、この日本では、皆さんに対するプロテクションは続ける必要があるというふうに私は思っています。それと、まあ、これは私のその何ていうか、思いですけども、やっぱり今日も、映像とかいろいろ出ていましたが、そういった映像がですね、たくさんいろんなそのシチュエーションがですね、分かる必要があって、その映像がたくさんやっぱり流れるという必要があるというふうに思っています。そういうことによって、日本社会や日本の政府も含めてですね、認識を深めていくのではないか、そういった意味で今回のそのバーマ VJ みたいなですね、ああいった映像はものすごく大きなインパクトを持っているというふうに思いますし、ああいったものがですね、今後も作られていく、流れていくと、まあそこまでのものではなくてもですね、あれは2007年の出来事だったわけですけれども、もっと本当にいろんな少数民族の中での状況とかを、ああいう映像で出てくるとすごくいいんじゃないかなと。で、まあ、今回のこの総選挙について、まあ、いろんな今後日本政府の態度もですね、いろいろと出てくると思いますけれども、やっぱりその少数民族の人たちにとってみれば、やっぱり言論協定のその意義とですね、その少数民族の人たちの思いというものが確認されていく必要があるんじゃないかと、もっとそのことをですね、日本政府にも、伝えていく必要があるんじゃないかというふうに私は思っています。で、まあ、少なくとも先ほど言ったようにですね、日本におけるそのプロテクションが続けていかなければいけないということは、これはもうはっきりしているわけで、本当に入管がですね、入管がそういうふうに直接皆さんにですね、総選挙が終わったら帰ってもらうかなというふうに言ったとすればですね、それはもう本当に大問題なんですね。僕らはそれは許せないと思ってまして、そういうことがあってはならないし、
本当にそういう話があったらですね、我々に伝えてほしい。今日こういうふうに言われたと、誰々がこう言っていたと、入管の職員のこういう人がですね、こういうことを言っていたということをですね、正確にできれば伝えてほしいというふうに思っています。私に与えられたテーマよりちょっと離れてしまったかもしれませんけれども、今後もですね、ビルマ市民フォーラムももちろん、ドゥンナダムも含めて、皆さん その日本での、状況に対してそのサポートをしていきたいというふうに思いますし、またその状況についてですね、広く広く知ってもらうための活動もですね、私たちもしていきたいと。